たったいまー。いやー、今日も夜中まで女の子取り楽しかったな。さーてと、風呂入るか。ただいまー。ちょっと話、あんた今日何日か知ってる？この前8月15日で俺の誕生日だったから18日ぐらいじゃない？何言ってんの、あんたも8月31日の夜12時よ。なにバカね。あんた明日からもう学校だけど宿題は終わってんの？バーロー、天才のこの俺にかかれば夏休みの宿題なんて今からやれるよ。無理よ。なに、あと8時間でこんだけやらないといけないのよ。なにってなる小学生いるじゃないですか。はい、まあ、俺なってたけどね。マジで俺なってて、あの一個覚えてんのが、ね、家庭科のお母さんと一緒に自分のご飯を作ろうのレポートみたいなんで、はいはいはい、ハンバーグ作ったことにしたんやけど、うん、パンにソース塗ってハンバーグっていうのやったから異文化すぎるやつということで、やっていきたい企画はですね、小1から小6までの宿題、大人ならどこまで一夜漬けできる。今回はですね、なんと小1から小6までの宿題、皆さんには一夜漬けをしてもらいます。時刻は夜12時です。夜12時、明日の学校まであと8時間しかありません。いということでですね、これね、2日かかるんですけど、実はこの撮影まずこの撮影2日かかるんですけど、あの、で、じゃあ今日はこの小1から小3までの中から1人1個決めるという、はい、で、まあ、知り合いのね、小学校の先生の意見を参考にしてちゃんと作られてます。独断の偏見ではないってことね。独断の偏見ではないはずですから、はい、珍しく夏休みの宿題の中身をね、はい、ちょっと発表させていただきたい。ありがとうございます。まず1年生、はい、計算カード、これあります。これ宿題っていう、それです。これ宿題っていう概念っていうか、もはや練習って感じは、なんでかな、はい、これは気が済むまでやる。これそれは生活用ってのもあると思うんですよ。これ、はい、夏休みの宿題カレンダー。あー、そうです。多分計算カードって欄があると思うんで、はい、1回やる分にチェックしてもらいます。40… ってことは40周分やるってこと。まあそうですね、30か40ぐらい。だるっ、これだるっ。2年生だけこれあるんですけども、はい、ラジオ体操。うわ無理お手上げです。だるすぎ。何回やらなかったの？いや、これは40回。いや、回数書いてなかったこれ、はい、でなんで1回でいいかなって思ったんですけど。なるほど。じゃあどうします？じゃあドラフトしてみます。はい、せーので指さしてみます。はい、あー、いきます。俺も決まってますよ、実は。僕も決まってますよ、実は。はい、僕も決まってますよ。じゃあ行きましょう。はい、いっせーので。おおー、分かれた。いえ、分かれた。分かれた。おー、すごい。じゃあこれを今からなんと8時間でやってもらいます。はい、というわけで、メイキッドパスボービズサマーボルケーノ。よし、じゃあ、いきますせー。はい、ということで、はい、小1から小3までパートいきますよ。はい、はい、よーい、あー、終わった。はい、まだ、キラキラ。じゃあ、先生キラキラ星、引きに行きます。とりあえずね、先生、キラキラ星引きます、僕。チェックシートは持ってきたかな？チェックシート、はい、お願いします。それでは聞いてください。キラキラ星。はい。先生、なんかあの子宿題やってないように先生のとこ店に行ってます。先生、あの子ふざけてます。ちゃんとやってますよ、あの子。ドレミファソは覚えてないもんですね、意外と。あれ、音が変わらないの？それ簡単なやつやん。一番簡単なやつやん、それ。お、いけるいけるいける。先生、はい、お願いします。はいはい、それでは聞いてください。鼻緒でキラキラ星。そんな改まったもんちゃうやろ。てんてんてん。先生、彼ちゃんの時間ロスしてます。あ、もう先生、彼失格です。
ちゃんとやれば吹けるのに。自分の息子とは違うんですよ、扱いが。何を言ってんの。それでは聞いてください。何を言ってんの。いきますよ。まだまだひどかったね。花尾くん、よくできました。やったー。よし、やるぞ。ねえねえ、お母さん、10、9、9、気が散るな、これ。気が散るな、これ。4、めちゃめちゃ気が散るな、これ。2、だってこれ今からこれ40周するやん。どっか行けよ、お前。どっか行けよ、お前、マジで。もう。じゃあ、一旦僕、雲。10、5、ちょっといいかな。はい。じゃあ、僕、2個目は、クモンの夏休みドリル、3年生、やっていきたいと思います。待って、これ、結構やばいかも。気づいた。待って。いや、違う、俺今ドリルやってんねんけど、わざわざ77+4とか筆算で取ってるから。俺。筆算もやんのか、これ。なんか、でもさ、方程式の概念知ってんのか。1、2、6。マジでうるさい、ほんまに。あいつマジでうるさい。7、4。どっか行けよ。どっか行け。これちょっと無音声でやっていいですか。もちろん。いや、でかい。お前こっから6時間やで。お前エネルギー切れるって、このペースやったら俺らエネルギー切れるから。でも無言でやってたらマジでこれ僕めくってだけなんですよ。めくってだけ。ねえねえ、ママ。あのさ、3人中2人静かになっても1人絶対静かならへん現象やめろ。ねえねえ、ママ。宿題にね、1つ目のお話を保護者に読み聞かせてもらうことって書いてあるんだ。だからね、この5本ね、読んでほしいんだ。長い。ママ、お願い。今からちょっとだけ前のお話です。どれくらい前なの。少し。少しって人によって違うじゃん。とても豪華なお城に暮らしていました。家と暮らしてたの、はい、王が。あいつ何でんなしゃくれてんの。かわいい。終わらないんです。マナマナ、ちゃんと現実見据えてるのやめてよ。うんざりだと思いました。そしてみんな他の仕事を探しにどこかへ行ってしまったのです。ケンガお兄ちゃん、花お兄ちゃんがやばいことやって、何何何、読み聞かせ聞きながらわーっと来始めた。お前、僕は3年生にして効率だ。時間効率を学ぶにはまだ早いねって。時間効率マジタッチと学んでいるんですが。お前だってあくまで親に読み聞かせてもらうことであって、僕はその間何をしたけどいかないと書いてない。チータやなあいつ今。待って、ドリルが一番しんどい説あるな。いや、ほんまきついよ。俺今だって計算ドリルまだ半分いってないもん俺、はい、僕今足し算引き算カード何日分いったと思います。今10日、20日読み足し算。あいつやばっ。きつすぎマジ。ママ僕は来たなよ。先生できました。はい、いきます。一回間違えたら二度と弾けない。どうですか先生、合格。やったー。もう1音ぐらいちょっとなってへんとかって。いや、あとなんかクレッシェンドとかも微妙なところ。いやクレセント費用はないんで、ゆとりだよね。ベルマーダとか無視してたよ。いやメゾピアノ無視してたよ。あ、無視してたね、確かに。メゾピアノとかないんで、僕の。いや、あるよ。いや、あるよ。あ、え、来た。ええ、来た。国語終わった。なんと、開始からわずか1時間。一旦気晴らししようかな、俺。わかる、気晴らししよう。俺、ダンゴムシ作るか、書道するか。気晴らしが何個もするか、書道するか。いきます。10年ぶり、いきます。1、1、2、7。うるさい、うるさい、またうるさいが来たって。4、今何時間。2時間2時間経ったの。今でも11時40分ぐらいから始めたの。
で俺2時間経って軽度終わったで、で2期終わった、8分の3終わったで、これほぼもう8割5分ぐらい終わったんで、でこれ終わったら正直俺もうな、あと余裕やで、あと日記書いて特殊感想文書いてダンゴムシえ、でも皆さん気づいてます？え、僕まだ計算カードやってるんですよやばマジで悪夢の、これさマジで小一が一番、これあれやな、やるより金の斧銀の斧じゃない、これ金の斧選んじゃったんや、お前は。あ、出た870、鼻緒は銃を何個集めた感じ、これ哲学的な問題や銃を何個集めた、これあいつ何個銃集めてんだやろまあ、自由とも違われるから自由を手にしてるから、あいつのお財布の中の10円玉の数数えてるからお母さん、お母さんもヘトヘトだね、お母さんヘトヘトヘトっていう、おーしなんか問題に答えて塗りつぶしてったら、なんかある図ができますみたいな、何の図でしょうっていう答えウサギだったんですけど、キムさんチョキチョキやチョキやんそれチョキやんそれいや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 、それウサギやむずいやん、いやいやいや先生読書感想文書いたからもう置いとくね、はい、あと俺今現時刻深夜3時17分、花尾小学3年生、残り課題1つ、ダンゴムシメールハウス、これをやって俺はもう指名だ。計算カード頑張ってる人だもんなお前時代やばない時代でもやばない時代やばないでもこれラスト1回なんですよこれラスト出演やつ、お前だって始まってから今約4時間やで、ね、約4時間でやっと計算カード終わらせてるよお前、はい、いやクソ大変でしたこいつマジお前すげえな、その忍耐に乾杯やわちなみに、はい、俺が書いてる読書感想文これ調理で書いてたら相当すごい相当やろうなまず最初の文章、作中で同じ5分でも状況やシチュエーションによって感じ方が違うということを本作品では克明に記しているこれやばい、この回やばいっすこの回来た勝利やばい最後のとこやあもうええでみたいな顔あれもしかしてダンゴムシ前に行きましたあの人え普通にあ、待って、待って、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる、ほらカーニバルカーニバルダンゴムシカーニバル、ほらほら見て、ほらブリブリのブリブリの巨団子、楽しいダンゴムシ取り4、5、10、やばい、やばいのがやばいのやばいの来たやばいの来た9、10、はい、おー合格です、ありがとうございます、やったー先生、はい、僕ダンゴムシの宿題やったんで見てください、先生僕これ作ったんですけど最後にね、うわダンゴムシを見つけてまいりました、どう先生、ほらダンゴムシパークの完成さ、え、合格これ先生、これは合格です、やったえ、終わり、小学3年生の宿題全部制覇、終わったじゃあ俺一足お先に寝るね、いいよバイバイ興味な、合格です、ありがとうございます、ということで僕も終わりました、マジかよみんな急にめっちゃ終わりだすやん、じゃああれなんやね、意外と5時間ぐらいで終わるんやな、小1小2の宿題はできました、絶句徒歩あの率直な感想言っていいですか、うん、ホテルの方ですね天眼君ポスターも合格でーす、来た、よし今ね、4時39分、4時39分ということは俺だけ5時間ちょっとかかった、はい、ということで小1から小3まで全員クリアーでーす、お疲れということで
で小1から小3では低学年の宿題は大人5時間ぐらい本気出したらできちゃうというのが1日目の結論ということで、それではまた明日。はい、8月31日2日目でーす。2日目です。2回目の8月31日じゃということで、じゃ選んでいきましょう。もう、はい、もう早速。あーつらい。じゃあいいよ、じゃんけんとかで決めてみる。じゃんけんでいきましょう。じゃんけんでいきましょう。最初はゲン、じゃんけん、はい。で、今グー出しかけた。最初はゲン、じゃんけん、はい。じゃんけん、はい。じゃんけん、はい。おー何これ、すごいな。最初はグー、じゃんけん、はい。しゃー、ありがとうございます。はい、これくそ、小4ね。もう選ぶとかじゃなくて、買った方がこれできるとかですね。だって俺これやりたいもん。まあ、いや僕もやりたいし。最初はグッ、ジャッケ、はい。ここまで5年間一緒にいて、一番すごい映画出ましたね。一番心の…うわー、5年生かー、やりたかったな。いやー、ね、できなかやっぱりなー。ちょっと髪型変わって一番大人っぽくなったからな、仕方ないか。はい、というわけで、じゃあ宿題の中身をね、確認していきたいと思います。はい、まず4年生、僕、夏休みドリル4年生、日記3日分、読書感想文、都道府県プリント、以上です。以上。あ、でも、なんか、いいね。小4位、8時間では終わりそうな気がする。程よい、程よい。はい、じゃあ5年生は夏休み復習編。いや、それだる、それ分厚っ、分厚っ。いや、それえぐ、あーえぐすぎる、えぐすぎる。うわ、しかも文章題長っ。じゃあ小6いっていいっすか。はい、小6、まず夏休み総復習編、これうわ。で、その2、漢字ドリル、漢字ノートにやることっていう。うわー無理ー、鳥肌。これやばない、鳥肌ものです。これやばない。はい、はい、じゃあやっていきましょう。というわけで、はい、はい、夏休み8月31日の2回目エンデルスタワースタート。よし、お前らで、俺お前らより早く終わるからな。競争というか、もう俺己との戦いなんだけど、もはや分かるよ。はい、じゃあ僕一つ目の宿題、リコーダーカントリーロード、学習していきたいと思います。ウサギ多いしやん。そうだってカントリーロードっていうのはさ、サビ以外分からんねんけど。ウェスバージン、何の曲弾いてんの。書いてあるんだけど、何の曲弾いてんの。何これ、三角筋できました。いや、割と早かった。しかもお前なんか結構ボロブヨンブヨンじゃないそれ。まだそれはもう幽霊のやつやんけ、お前それ。先生、三角筋って知ってます、うん、そうじゃなくないですか。何できました。なんかあのアメリカの子供の寝る瞬間のあの頭巾みたいな。違いますよ、それ。できました、多分。いや、お前ジャムおじさんや、お前それ。え、使ってください。こうじゃないですか。もう足りないから。結べないですよ、これ。お前の頭で塗っていい。いや、ダメです、ダメです。これでさ、これで頑張ったよ。はいはい。え、これ違う。あったっけって知らないですか。知らない。使ったっけ。お前マジで墓場行け、もう。墓場へ行け。先生どうですかこれ。不合格です。そうこうしてる間に4つ目かな、習字。はい、8つ目解きます。せやろう、ガイ。せやろう、ほんと全学校家庭科苦手やもんな。8つ目、1枚目。うまっ。2枚目。ほら先生、習字終わりました。はい先生、これで。はい先生、習字合格。やったー。え、くくられへん。ノラさん。はい先生。はい、今度こそ完成。ほら来たよ。お、来た。オッケーでーす。よしよし、やっと宿題1個終わった。
母さん、触れ合い読書してほしいんだけど。お母さん、フランス語読みながらやってもいい？いいわよ。もう意識レベルの高さでマウント取ってくるよ、お母さん。お母さん、子育てしながらめちゃめちゃ努力してくれ。お母さん、ちょっと課題が大変で。課題？お母さん、ちょっと…14歳の母やん、これ。やばいやついる。じゃあ1個言っていい？ダメです。算数めっちゃむずいんやけど、いちいち考えなあかんない。思考停止できないですか？そう、思考停止できへんっていう、それがきつい、マジで。このチャンネルの主消えたって話する。気づきました？でもこれに書くことに意味ありそうじゃない？おお、目が覚めたかい？意識朦朧おじさんいねんけど大丈夫？意識朦朧おじさんいねんけどちょっと大丈夫？俺の脳裏にこのままタイムアップバトかなみたいな悪しき考えがちょっと芽吹き出してる。お前それやっていいの？小4の人結構やらんほうがいいけど。今気づいたんやけど、発明の発なんか足りんだ。お前や。気づかったんだ。お前。お前漢字かけてないやんけ、お前。やり直しや。やり直しや、これ。気づいてよかった。やり直しや。誰も気づいてない、これ。しかも俺、うまーとか言ったし、やり直しです。でも丸もらってるからな。先生にもやっぱそういう見逃し運転みたいなのがあるからな。今回は見逃します。おやった。おーし、人権でも書くか。その前にハイスクールやわ。ほんまきついんやけど。これだけ厳しい撮影が過去にあっただろうか。いや、ない。先生、夏休みのドリル4年生終わりました。お願いします。絶対嘘。なんでな。絶対嘘。何気にここまで俺2時間半ぐらいになったんですよ。このさ、ドリルクソやばない？これマジで地雷いっちゃうよ。いや、それ俺はまだマシよ。これずるずるとか言われてるんやけど、ずるいもん。では、真っ白コピー&ペーストって言ってるんだから俺。真っ白やこれ。それは相当ずるい。真っ白やのに。うわ、ずるー。わー、ずるー。それはありえんわ、さすがに。お前俺の5つしてやろ俺。いやいや、でもこれ、小学校の先生がこれを見て許せばいいですけどね。花尾くん、はい、コピー&ペーストのところはちゃんと書きましょう。はぁー、意味だって、もう意味ないもん、これそのまま書くんやからさ。だって文章を抜き出すだけやろ、これだって。できたー。終わったー。うわ、しんど。わあ、やっと終わったー。オッケーでーす。イエーイ、小4完全制覇。3時10分ということで7時間10分ですね。うわぁ、今これ朝7時10分だよ。だからギリギリ普通に朝の朝礼間に合ってる。じゃあ今から学校行ってきます。さよなら。目標時間15分やで、このページ無理やん、そんな。先生。はい、これすごいぞ。確認します。夏休み復習編全部やりました。これここに書いてる漢字はさすがに全部書けるな。5、4、3、2、1終了でーす。はい、
はい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 、はい、終わりー。はいはい、ということで今この時点で終わってない宿題の人は廊下に出て立っとけ。結果発表。はい、ということで、まあ、我々元気に2日間宿題をやってまいりましたけども、いや9月1日が嬉しすぎる。いや、まあ、結果から発表していきたいと思います、はい、でまず小4を担当された花尾さん、はい、こちらは宿題は提出できましたか。宿題は提出できました。よっ、まあ、俺は小3小4だったんですけど、はい、体感 1.2 って感じ。 1.2 いっぱい記述量が増えたぐらい。なるほどなるほど。じゃあ小学校5年生担当されたキムさん、はい、宿題は提出できましたか。できませんでした。あー、明大オープンAでも初戦は案内止まりのとこです。こいつが、それ正解でしょ。なんと、それ嘘、真っ白でございます。わーい。そいつはマジでキツい。こいつね、一番辛いの、こいつ実は。それでは最後、はい、小学6年生、はい、念願くんは、はい、宿題を提出できましたか。宿題を提出できませんでした。ですよね。いやもう本当に冗談じゃないっていうくらいきつかったっす。でもちょっと一個マジ押したいのが、はい、僕はキムさんが真っ白だったこれ、はい、全部終わらしました。すげえ、これ全部終わらしました。僕これ全部、これすごいね、これ全部終わらしました僕。でもなんかあのそんなん出るこれ、あのここの豪族や豪族、縦穴住居の分からんってなって、縦穴住居の分からん、縦穴式倉庫の方が俺たちできるじゃない。そうそうそう、メジャーへ。結論としては小4までは親が多分本気出せば一夜漬けギリ、親が本気出せばギリギリ間に合うけど、小5からは多分コツコツやってないと絶対間に合わへんっていう結論ですね。そうですね、大人がこんだけ、俺らしかも一応ね大学受験とかまでクリアしてきた人がやってこうです、こうですから、これはもうなかなか小学校4年生までじゃないと一夜漬けはきついってことですね。うん、いい結論ですね、うん、でもなんか妥当やな。妥当でしたね。妥当な結果やな。え、でもまあなんか俺小1ですら分量が多すぎて無理って可能性も一応考えてたんやけど、やっぱいけるんやなって感じ。小1とか小2とか少なかった。なんかその物作るとかが入ったりして面倒いいかなと思ったけど、意外と小1小2とかはやっぱ5時間ぐらいで終わっちゃったね。はい、ということでですね、まあ、今回やってきましたけども、今回はですね楽天学割さんとのコラボでやらさせていただいた企画なんですけども、今回楽天学割というサービスがですね今回リニューアルされて、まあ、使いやすくなったということなので今回紹介させていただきたいと思います。この楽天学割というのはですね、まあ、学割というから普通なんか学生の人しか使えないのかなとか思うんですけども、15歳から25歳までの方であればなんと誰でも使うことができるということで、キムさんとかはだからぜひ使ってもらったらいいかなと思うんですけど、今ね画面に出てるようにね登録画面があると思うんですけど、その楽天のね自分の ID とパスワード入れてそのログインしたところからですね、15歳から25歳の人であれば誰でもね登録することができるということなので、登録フォームに従ってねぜひ登録してみてください。そしてですね、初めて楽天学割に登録するとですね、楽天市場の送料無料のクーポンが今回はプレゼントされるということなので、ぜひ皆さんこの機会にね登録してみてください。特に水曜日はねぜひチェックしていただきたくてですね、楽天市場でのお買い物のポイント還元率が 10% ということでですね、どんどん稼いでポイントを稼ぐということができますので、ぜひ水曜日はよりチェックしてみてください。で、僕もよくね、はい、漫画とか本とか買うんで、さっきも買います。さっきも買います。さっき以外はもちろん買いますけど、はいはい、それに 10% ポイントがつくって相当嬉しいですね。そうです。あと楽天ポイントはですね、はい、楽天をはじめコンビニやマクドナルドでもその他いろんな店舗で使うことができるのでとってもおすすめです。ぜひ気になる方はですね、このこちらの方の概要欄のリンクから、サイトなど飛んでみてください。ということで本日の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。